るほど。二番町並みで知らない人が見たら気絶するかもしれない。僕が落ち着いて今日は掃除が大変そうだと笑うと、妻はいつ癖のまま満足そうに出てると笑ってた。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。明日はどんな死に方しているのか予想すらできない。ある日は頭に矢が刺されたり、ぐるぐるで痛が帰れたり、何個も気ぐるみか死んでた時はどじめようかと思った。後片付けの稽古大変で床の血のりを上がったり、矢が刺さったまま晩ご飯作るのは完璧してほしい。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。ちょっと褒めると調子に乗っていたらできるだけするで。結婚前は忙しくても彼女に会うだけで楽しかった。徹夜で車でも泣くとかして海に見たりしたのに、本直後初めて部下を持ち仕事がとても楽しくなった。家で一人で待つ妻の気持ちを考えていなかった。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしてるのは、あの頃の二人に戻りたいからか僕にはわからない。